痛い。片方の耳かけにこの5本がついてました。すごい、こっちも5本。じゃあ10本あとの髪についてるんだ、ヘアピンが。お疲れ様です。やっほーやっほー、ありがとうございます。めっちゃ急に始めたんですけど、すいません、なんか急にやりたくなってやりました。やっほー、あとどうも、ゲゲあずきです。ちょっと久々な気がする。ありがとうございました。そう、こんばんは、こんばんは。今日ね、前髪巻いたんですよね、ちょっと。だからね、ちょっとね、クルーンってなってんの。ありがとう、嬉しい。そう、今日はテレ東フェス、そう、テレ東ミュージックフェスだったんですけど、はい、終わってきました。ありがとうございます。お疲れ様です。今日もカウントダウン TV に続いて恋積んじゃったを披露しました。ありがとうございます。やったはい、まず恋積んじゃったがさ、発売されてから初めて多分配信するよね、今。そうなんです、皆さんありがとうございます。見てくれたかな、 MV とかいろいろ。そう、カウントダウン TV とか、そうだね、そうだね。しかもあのカウントダウン TV はフルでお送りしたんですけど、でもあの今回の新曲ってめっちゃ短くて3分もないんですよ、全部で。そうなので、だから今日みたいにちょっとだけ削って2番もできるんです、大体の多分歌番組とかでも。だからそれがめっちゃいいなって思いません、皆さん。だから今日も2コーラス目あったの気づきました。お、わかみーさん、ありがとうございました。わ、ありがとうわ。ありがとう、ありがとう。短い今日は、でもこれぐらい結構いいなって思った。そう、いや本当にピュッて進んでピュッて終わるみたいな、本当に勢いのあるいい曲になっております。はい、かっこいいですよね。そうなんですよ、今日も披露してやってきました。楽しかった、でもめっちゃ。そう、今日もそうなんですよ、あれだったんですけど、楽しかったです。本当に声積んじゃった踊ることめっちゃ楽しいなって思って。そう、フォーメーションめっちゃ大変です。大変だし難しかったですけど、そうなんですよ。でも楽しくて声積んじゃった。皆さん本当にたくさん見てください。そうなんですよ、テロップなくて。確かに、あ、テロップさあんまつけないよね、あずって。じゃあ今日つけよう。なんと声積んじゃった。あ、どうしよう、何どうしよう。くだんないこと書いちゃった。おつあず、とりあえずおつあず。初見です、押します。早っ、嬉しい。コムケンさん、え、嬉しい、初見で押してくれるの、ありがとう。こいつん、こいつんって言います、私たちは。多分こいつんって略してますね。まだあんま訳したことないけど、こいつんっていう予定です、これから。なのでこいつんみたいだね、こいつんです、こいつんつんつんです。テレ東学生ありがとうございました。ありがとう。あずがテロップで書いた方がいいことを言ってくれたのかな。
しちゃったけど、こいつん、そうこいつん、かわいいね、こいつん、こいつんじゃったってやつです。はい、こいつんが正式、ん、あの訳すのはこいつんってみんな言ってますね。そうなんですよ。今日今日はむくみのやつ飲みました。レッドブル、レッドブルは飲みませんとむくみのキュレートレモン飲みました。おー、いっぱいありがとうございます。そうなんです、フロントメンバーになんとありがとうございます。本当にびっくりしました。アズはね、嬉しい、ありがとうございます。皆さんきっとびっくりされた方も多いんじゃないかなって思うんですけど、本当に自分が一番びっくりしましたしね。そうなんですよ、ありがたいことに一個目標がなんかなったというか、でもまだまだ始まったばっかなんですけど嬉しいですね。ね、ちゃんとフロントメンバーにふさわしいメンバーになれるようにこの期間たくさん努力して、たくさん、なんだろう、自分に自信をつけたいなって思います。よろしくお願いします、頑張ります。そう、倉野さんと新芽でさせていただいて本当たくさん学ばせてもらったりね、動きをもういっぱい真似したりして、はい、たくさんお世話になりました。倉野さんでたくさん喋るようになったし、倉野さんと嬉しいです、好きです、なるさん。そうですね、本当に、でも本当のこれは本当にね、本当としか言ってないんだけど、みんなが本当に応援してくれてるからこその、そう立ち位置だと思ってるので、本当に皆さんいつもありがとうございます。もうね、ありがとう、本当に、うん、いつもそばにいてくれて、あのそばにいる、ずっともう離れません。はい、ありがとう、努力の日、いやいやそんな、まだまだです、ありがとうございます。え、やっぱ聞こえますよね、あのすごいおしゃべりしてるんですけど、ちょっと私は何も言えないので、あのあのあんま気にしないでください、はい、頑張りますね、はい、ね、でも本当に前に誰もいない怖さがすごいあって、もう本当に毎番組毎番組もうドキドキして、怖い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 ってずっと言うぐらい本当に緊張しいなんですけどね、このもらった立ち位置をの重みはすごい十分理解しているので、これからもうどんどんね、この子いいって思ってもらえるように、やっぱ先輩方にもそれこそスタッフさんとかもちろん皆さんにも思っていただける、フロントメンバーにふさわしいって思ってもらえるような、そんな期間にしていきたいなって思います、はい、よろしくお願いします、頑張ります。堂々としたパフォーマンスありがとう、嬉しい。でも本当にこの曲
うん、すごい自分的にもなんか楽しい、本当になんて言うんだろう。え、なんかめっちゃ待って待って、タワー来てた。誰？あ、千尋さん、ありがとうございます。クマありがとう、ありがとう、クマちゃんありがとう。千尋さん、そう、楽しいって思える曲だからすごい嬉しいし、そんな曲の最前なんていうの、フロントメンバーで嬉しいので、もっともっとこの曲の魅力を皆さんにお伝えできたらいいなって思います。みんなに愛してもらえるような曲になってもらえればいいなって思いますね。やっぱめっちゃすごい本当に盛り上がるし、今日もコール多分まだまだ慣れてない、昨日公開されたから慣れてないこともあったと思うんですけど、皆さんすごいいっぱいコールしてくださって嬉しかったので、なんか盛り上がる素敵な曲だなって今日改めてやっぱね、ファンの皆さんの前で披露して思いました。本当にね楽しかった。そう、生で見たい、ぜひぜひ。この恋は定番で絶対壊れないと思った。すごいさ、あの今めっちゃ止まってたよね。すごいなんかあのなんだっけ、あれ来る、なんていうんだっけ、エアドロップ来る。写真共有しようとした、来た。え、待って、怖い、なんで、めっちゃさエアドロップ来るんだけど、なんで間違えてんのかな、怖い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 、エアドロップ来る、なんかの写真が来る、怖い。知らない人から来てる。足を踏み外さずに済んだ。ここが私となるさんの見せ場です。最初のでやります。今日は足を踏み外さずにの方で抜かれました。今日は、はい、カウントダウン T はダーの時でしたね。ありがとうございます。皆さん見つけてくれましたか。今日も見つけてないと怒るよ見つけてね、いつも見てくれてる。ずっとアズのほどじーってじーって。今回アズが抜かれるとき真顔が多いっすね。今回は革命やから本当に笑わない。もうエリナッツさんももうここは一軍女子の場所だからみたいなことめっちゃ真似してるんだけど喋り方、そう言ってくれてもうなりきってます。あとこういうとことかもうねカメラに睨みつけるようなそんな顔をねしてますよ。あとは少し早歩きでって、そう本当に最強なんていうの、もう革命って感じの曲なんで、
そういう表情を。だからあんま笑顔とかは、まあ笑っちゃいけないってことはないんですけど、そうかっこいい目の表情でガン決まっていこうみたいな言ってくださって決めます。前回は本当に可愛いもうザ・アイドルみたいな感じの曲だったんですけど、今回はちょっとかっこいい、ちょっと悪そうなアズが見れるんじゃないかなって思います。ぜひそういう部分でも見てください。見比べっていうの、前回とのギャップを分かっていただけたらなと思います。イケアズでいきます。いろんな曲参加できるの嬉しいですね。楽しい、本当に。これ言い切なり積んだは積んだ積んだってことなんです。かっこいいよねダンス。本当にこれは皆さんに見てほしいですね、生で。生で見てほしいなって思う一つですね。サビ終わりが一番イケなふりしてる。進めない歩まないさよなら。あ、これ？そんなのかな。けど進めたい。ここね、今回のちょっとした癖ポイント、はあ、すごいでしょ。楽しいよ、めっちゃ。みんなも踊ろう。踊ろう、頑張って覚えて。こいつんポーズでハートする。あ、そうそうそう、ゆいゆいさんとね。8月25日握手会初めてします。タイヨロタイヨロ、バン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 、タイヨロ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 。あ、ジラツイさん、ありがとうございます。なにこれ、猫ちゃん、かわいい。猫タワー、ありがとう。猫カチカチ、猫ハンガーの猫が、ありがとうございます。おでこパシしよう。しません。しません、おでこパシまず誰ともしません。まだなんでしない、だってしないもん。まずはしなくてもわかるもん。おでこくっつけなくてもわかる、きっと。こっちも。おでこパシ。どういうこと？握手パシ。シンパシーはしてるやん。してるやん。ケイトさんめっちゃ褒めてくれてありがとう、さっきから。嬉しい。カエちゃん、アズパシーオッケーオッケー、アズパシーオッケー。どういうこと、かわいい表情の演技。そう、まだ、あ、まだ、そう、表情ね、映ってましたね。アイリさんの席隣なんです、私。
ヨミカちゃんの席が近いんです。あ、そうだ、もうこれもすごい言いたかったやつだ。教えてくれてありがとうございます。はい、なんと今回のシングルの研究生楽曲君道具のフォールスターのセンターをさせていただきます。ありがとうございます。そう、これもすごいみんなの前で言いたかったんだ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。あの資料送られてきた時、本当にあのリアルに嬉しい涙っていうものを本当に一人でしました。部屋で嬉しくてね、涙出ましたね。しかも聞いた、それと同時に曲も聴かせていただいたんですけど、もう涙止まらなかったです、うん、嬉しかった。本当にありがとうございます。みんないつも応援、本当に素敵な曲になってるので早く披露したいですし、もう早くみんなに聴いてほしいなって思う曲です。楽しみにしてて、ありがとう。いつもね、やっぱね、単独センター初めての、大事な、本当にもうアズにとっては本当に大事な曲になりますね。ちゃんともう18期も先輩だし、今回は19期ちゃんと後輩と一緒の、そう、曲でもあるので、やっぱこれを通して研究生全体をね引っ張っていけるように、もうなんだろう、うん、いろいろまとめられるような、そんなね先輩になりたいなって思いますし、うん、自分もたくさん成長、この曲を通してね成長できたらいいなって思います。本当にこんな素敵な経験、まあまだ振り入れとかはしてないんですけど、本当にもう嬉しい経験ばっか今させていただいてるので、ね、しっかりその経験を武器にたくさんのことを頑張っていきたいなって思います。よろしくお願いしますね。でも本当にもうみんながいてくれてよかった本当にありがとう。なんかそう、今回のシングルのそのフロントメンバー選んでいただいたんですけど、なんだろう、正直すごい不安の方が多くて、なんかそのフロントメンバーに対してはすごい本当に不安が大きすぎて、うん、もう常になんか怖い、なんかビクビクしてたりしたんですけどね、いっぱいみんながいいよってたくさん言ってくれたり、いっぱい褒めてくれたおかげで今日のパフォーマンスとかすごい緊張はしたんですけど、なんか前回よりも楽しめたなって思います。うん、もう本当にカウントダウン TV の時とかね、なんでこの子なんだって思われたらどうしようって思ったりして、なかなかなんかあんま調べたり、そうツイッター見ることもすごいね、コメント欄はみんないつも優しいからコメント欄ぐらいしか本当に見たりできなかったんですけどね、でもみんながたくさん褒めてくれてすごい自信になりました。ありがとう、いつも。ありがとう。でも本当にいただいたチャンスなのでね、だいぶ本当に自分にとってめっちゃチャンスだなって思ってるので、ここでしっかり決めたいなって
思います。うん、それでそうですね、 AKB を先頭、 AKB の先頭として引っ張っていけるようなメンバーになりたいなって思いますね、本当に。うん、でもそういう立ち位置なので、やっぱもらってる立ち位置は、うん、前しか見ないで頑張っていきたいなって思います。お願いします。革命起こそう、革命起こします。今のメンバーみんなで全体で革命を起こしたいなって思ってるので、皆さんもね、でも本当にやっぱみんなのね力もすごい大事だなって思うので、たくさん盛り上がっていきましょう。今シングル愛理さんが初センターですし、おめでたい、本当にかっこいい、いつも引っ張ってくれた存在なのでね、研究生をね昇格してね、センターに選ばれて、本当に全然弱音も吐かなくてかっこいいなって思います。いつもね、愛理さんの同じ列にいるので、あずも愛理さんに頼んないで、しっかり自分でもいっぱい全力を出して、いっぱい AKB48 を広めていきたいなって思います。頑張るぞ。あ本当にアズ推してよかった。めっちゃ嬉しいこと言ってくれる、ありがとう。うん、そう思ってもらえるようになるのがね、本当にアズの一番の嬉しいことだなって思うから、みんなが推しててよかったって思ってもらえるように、アズは毎日毎日生きてます。まん、ありがとう、最高、応援してます、ありがとう、握手会すごい、ありがとう、嬉しい、握手会ありがとう。そうだよね、今シングルももうちょっとで、まあ握手会はまだだけど始まるしね、いっぱいお話ししたいね、お話ししたいことがありすぎるし、なんかね、みんなも追いつかないよね、なんか朝も正直まだ追い、なんかずっと頭がぐるぐるしてる感じ、情報、いろんな情報がもう何から話せばいいんだろうって状態で今ショールーム始めたし、そしたらさ、あの言いたかったことも忘れたりさ、もう本当に今頭がいろいろしてるんだけど、いっぱいお話ししていろいろ消化できたらいいなって思います、みんなとね。来月の握手会行きます、待ってます、いつも元気もらってます、ありがとう、ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう、見つけてくれてありがとう、明日の話楽しいよ、あきさんありがとう、いつも朝ツイートしてくれて、ジャケット写真、あ、そうサイン、そう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 、リミスタもあるからね、7月1だっけ、うん、もうすぐにある、その前にお話し会か、また握手会、ぜひ来てください、待ってるよ、1、次、2時、あ、お、そっか、してるのかも、後で言わないとね、メモ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 大事ありがとう、嬉しいよ、みおちゃんいつもありがとね、ちゃんと
あ、でも明日公演だ。公演もいっぱい出たい。全部全部全力で頑張る。嬉しい。待ってます。声当たらないよ。当たらないの？なんてこっちゃ。若手ツアー、でも若手ツアーは結構本当にリハーサルが順調に進んでます。すいません。今一瞬止まっちゃった。明日は最終。わかんないよ。まあわかるかわかるか。やるね。なんかさ、オレンジいいね、ここ光が。あ、黒着てるからだ。黒着てるとオレンジくなっちゃうんだよね、確か。あずおし、よしひささん、あずおし、ありがとう。あずちゃんの最終メールキレキレ、ありがとう。そこミラとかではあるけどね。でもそっか、見てないか。あんまそこミラとか来てくれ、初めてだよね。まだ来れてないって方も多そう。チュピンともやっぱ取る。痛いんだよね、取るの。絶対取り方間違ってんだけどね。こんな引っ張っちゃダメなんだけどね。でも引っ張ります。痛い。え、タワー。わー、ニースイさん。え、これってさ、合ってるよね普通。え、なんかアイコン面白い。すごいボサボサな状態になっちゃった。ニースイさん、ありがとう。こっち？あ、20になっちゃった。ありがとう。どうも。ありがとう。最近いっぱい褒めてくれるね。ありがとう。嬉しい。嬉しいぜよ。ウルトラマンなの？ファンです。さっきも言ってくれた。いっぱい言ってくれる。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。すごい、こんなになるんです。あ、まだあった。まだもう一個あるんだ。痛い痛い痛い。すごいじゃん。オッケー。はい、ということで、アズの髪に刺してあるピン止めの回収が終了いたしました。3、6、10本。落ちちゃった。10本のヘアピンが毎回つけられています。プレゼント100いらない。そう、あのさ、歌番組のさ時にさ、カウントダウン TV の時、まあまあいいんだけど、あのさ、マイクにさ、顔こうなっちゃったじゃん。そう、それを見て今日はこんなすごい、もういっぱい耳かけして、いっぱい厳重にしてくれ、頑丈化にしてくれました。でもまあいいんだけどね。アズはいいんだけど、でも一人だけあれだったらちょっと目立っちゃうのかなって。なんならちょっと自分ではかっこいいって思ってた。あのかかる感じね、じゃじゃーんで、こなすで、ありがとうございましたって言った。そう、でもね、まあ確かにね、最後の顔は見えてた方がいいのかなって思って、これいっぱいしてもらいました。本当にこの曲をやってる時のアズは結構怖めなんで、皆さん怖いって思わないでね、生で見ても。分かった？
結構いかつい顔してる気がする。こうやってやると怖くないんだよね。でも踊ってるとすごいなんか画面で見たとき怖ってなる。カメラとミラーネックしてます。そう、かっこいいアズも好きでいてねってことでそうお願いします。ちなみに9時に終了です。あと30分、今日弱じゃなくて今日っていうのかな、そういうのって30分、今日30分弱とかよく言うけどさ、30分とあとちょっとってなんて言うんだろうね。あとそんなに配信楽しめるの、楽しめます。まだレッスン今日は終わりです。今日は朝からレッスンでした。8時ぐらいからレッスンして、もう一個レッスンして、歌番組収録じゃない、生放送行って今です。で今日は終わりです。明日は公演です。楽しみ。でも不安だな、一回踊って帰ろうかな。ご飯食べた。今日はね、鮭とか唐揚げとか肉団子とか磯辺焼きとかのがいっぱいいろんな入った海苔弁でした。もう最高に美味しかった。全部食べた。明日間に合わない。明日来てくれるの、お仕事大変。少し早歩きでって感じで来てください。待ってるね。お弁当写真今日撮ったっけ。なんかさ、本当にさ意識しないでさパシャって撮ってるのよいつも。だからさ、撮ったか撮ってないか忘れたんだけど、今日撮ったっけ。今日撮ってない気がする。今日は撮ってない気がする。あ、そうだ、今日バスでご飯食べたから撮ってないわ。撮ってないわ。今日はね撮ってないんだけど、でも美味しかった。鮭美味しかった。でもめっちゃ今日のね鮭めっちゃ骨あった。骨いっぱいあったけど、なんとか取り除いて食べました。骨取ってあげたい。取ってくれるの？そう、今日サエが出た。そう、サエと一緒にパフォーマンスしました。嬉しい。18期は今日は3人でね、嬉しかった。サエちゃんね、サエかっこよく、まだあんまあず今日のは見てないけど、でもかっこいい、絶対かっこいい。あれだよね、千葉さんのじいちゃんもね、ユナとサエが同じ歌割りだったよね。ね、並んでたよね、やっぱそうだよね。
ってやる人たちだ。これ好き、楽しみ、後で見よう。見るね。あ、そう、しかもなんかね、サレとねめっちゃ近いんだよね、多分サビとかここに横にいるから嬉しかった嬉しかった。将棋のやつね、あずも面白くて、リハーサル中にめっちゃ笑っちゃったので、リハーサル中、リハーサルでもうあのそこで笑い、なんていうの、笑い収めときなみたいな言われて、そこで笑って、今日は真顔で頑張りました。気にせず、コーヒーはつんだと思うのを先に進む、もうね私たちがカウントダウンだから、あの深夜連、あ、そう深夜連の時からもうさえはいたで、一緒に振り入れしましたね、みんなで。さえも入れて、で最後みんなでもう頑張ろうってやってエンジンして、そう19人でエンジンして終わりました。その日はエリーさん、そうだったけどね、きっとかっこよかったんだろうな。楽しみ見るの後で。そうドタバタしてて見れてないんですよね、まだあんまちゃんと。この後いくね、いっぱい出たいね。そうエリーさんと写真も撮れた今日。もう本当にあずってさ緊張しちゃってさ、写真撮ってくださいって言えないのエリーさんに本当に。でも今日はね誘ってくださってあずも写真撮ることができました。幸せ、ニヤニヤでしたなかなか本当に言えなくて、なんか今日ね、あの振付師のエリナツさん、よいしょ、なんかちょっと、あーやだが、なんか一人一人にメッセージ付きのプレゼントくださって、プレゼントサンリオのヘアピン、ランダムなやつなんだけど、これ出たの、推しが出たの、一番嬉しいのが、マイメロ、マイメロ出ました、嬉しかった。これをあの全員でせーのパンって開けました超楽しかった。でメッセージもくださって、すごい嬉しいですね。
お二方、お二方いらっしゃるんですけど、教えてくださったお二方どっちもいただきました。嬉しい。エリナッツさんのさ、本当に面白い、なんか言葉のセンスが面白い。ドールが動いてるってぐらい美しすぎるわじゃん。なんかね、真似しちゃうけど本当にこんな感じでね、嬉しい。パフォーマンスも褒めてくださったり、かましてこうねって書いてある。嬉しい、ありがとうございますね。いいです、本当にエヌスさんがいるともうね楽しいんです、現場が。本当に面白くてずっとまずは笑ってます。楽しい、大切にします、ありがとうございます。素敵な振り付けだし、星屑すれば済みました。ありがとうございます。皆さん親近感ね、あるよね。前髪切ろうか切らないか迷ってる、どうしようかな。でもさ、巻くの、あ、でも明日公演だもんな。いや、まだいけるかな、まだいけるな。公園ってちょっと巻いてた方がいいなって思って、でも巻くの下手なんですよ、つってちょっとこうやってくる、まっすぐしかできなくて、そうだから巻いたら、あの、あ、私まっすぐやると前髪がさ、あの、汗ぺったんこになっちゃって、すごいね、あの、びしょびしょお風呂上がりみたいになっちゃうんですけど、巻くと浮いてるせいかあんまなん、あの、びしょびしょになんなくていいんですっていうのを気づいたんです最近。だからちょっと明日は巻こうかな。そう、浮いてるからね、あんまびしょびしょになんない。今日うまい、今日うまいんですよ前髪、いい感じ今日。よきよきまる、すごいさ、毛先とさ、ここのさ、すごくないやつやばいよね。でもアイロンさとかしたらさ、色変わってきちゃうんだよね、下の方とかめっちゃ茶色いの。そう、いた、ほら、すごい差だよね。染めたって思うじゃん、染めてないよ。でもちょっと茶色い方がちょっと可愛い。前向き。そうだから。染めたと思ってた？染めないよ。染めないよ。まずは黒髪がいいの。けどさ、普通にもともとがちょっとだけ茶色いのよ。それプラスアイロンとかやって茶色くなっちゃった。まずは黒髪が好きです。今のところ。黒髪。黒髪ロングパッツン。ストレート。焼きあずきです。まだ染めたい願望ない。でも今さ、光の加減もさ、茶色く見えてる。いや、そんなことないよ。あと黒い服着てるからだ、そう見えてるだけ。だけどそんなことないよ。本当に髪長いよね今。もうめっちゃ長い、もう一人だけ。こんなんある。
すぎ、長すぎ。毎日シャンプーしてる、してないって言ったらやばいよね。してるよ、さすがに。してないなんて言ったらやばい。シャンプーはしてます。皆さんもしましょう、毎日。でも乾かすのね、言うて15分もかかんないくらいで終わります。あと昨日、最近聞いたよねの間でお風呂入ったんですよ。あの、違う違う、星屑テレパスと最近聞いたよねの間にお風呂入って、で、やばい時間ないから急ごうって思って急いで髪も乾かしてて、20分にちょうどあのいろいろスキンケアとか終わって、もう髪乾かすだけだって思って、スキンケア、うん、そうパックとかしてて髪乾かそうって思ってやって、30分にはできてたから10分で行けました。10分、全然そんな高いドライヤーとか使ってないんですけど、そう、あの、頑張りました昨日もうさささって。そう、でも湯船には疲れなかったんですけど、昨日はそうシャワーだけやって待機してました。本当にかわい、あ、めっちゃかわい、ちゃんと乾かないと無理。ちょっとでも濡れてたら本当にあのダメ、嫌なんですけど、ちゃんと乾かしました。先の方洗ってない、どうやってそんなこと、そんな技できないでどうやってすんねん。でもすぐ乾きます。多分髪が細いのもある、髪細いんですよね、まず1本が、まあ、量は多いんだけど髪が1本が少ないみたいな。あ、細いから乾きやすいのかな、どうなんだろう、そういうのもあんのかなって思ったり。急いでなければ湯船は浸かりたい方か、方ですね。うん、でもレッスンとかで汗かいたり公園とかで汗かいた時は、まあ、別にそんな、でも家に、まあ、家にずっといるのはあんまないけど、でも汗あんまかいてないなって思ったりしたらお風呂、湯船いっぱい入ります、汗かきます。なんかパワー来てました、皆さん。え、来てましたよね。あ、え、千尋さんじゃん、ありがとう、くまたま、ありがとう。すごい、フロントメンバーセンター曲おめでとう、ありがとう、たくさん、ひろさんありがとう、くまちゃん嬉しい、ありがとう、ありがとう、くまたま。新しいリップまだ買ってないですね。でも新しいアイシャドウ買いました。まずは素晴らしい涙、泣いてる、泣かないで、泣かないで。そう、成人、あ、そう、成人式の前撮りしてきたんですよね、実は。でも何も言えないからこの話できないけど、あんま楽しみにしててください綺麗に撮っていただきました、すごい。
嬉しい。すんごいポーズもさ的確に教えてくれんの。右手はこの3本指をこんな感じで、そしてそれを頬に、で手はここにとか、すごい、ね、丁寧に教えてくれんのそうだから、はいはいはいってやりました。振袖は何色ってここで言ったらもったいないじゃん。まだ楽しみにしててください。ポーズめっちゃして、そうそうそう、もうあの自分のこんなんしたら絶対怒られるいつもの生写真のポーズがしたら絶対、あ、違うって言われるからはいはいってもうずっと言ってました。ちょっと内股で、そう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 みたいな言ってくれた。そうカメラマンさんとポーズしてしてくださる方がいてすごい、でもスムーズに終わって嬉しい、よかったですね。ないんだか、やばい、頭から離れないもん。頭から離れない。髪も楽しみにしててね。何したのか、でも初めてしました。にらめっこ残り15分、はやち、見ないで、見る。目力やばい、おかしいよ、アズ、おかしいよ。ウパルパ、ありがとう、ミラーボール。終わり、スクショタイムでした。自然に終わる
人ですね、アズっていつも。ノース、ちょっと待って、ね、あー、ちょいちょいちょい、今日食べたお菓子美味しかったな。ちょいちょいちょい、いいか。あー、ピン止め落ちちゃった、怒らせ。最近アイス食べ、なんかさ、あのブラックモンブランのさ、ピノみたいなやつ、あれ美味しいよね。あれ食べてます、毎日。でもなんかテレビとかあったから、あんまそんな、あ、でも嘘だ嘘だ、そんなこと言ったら嘘だ。嘘、サーティワン、あの 10種類のやつのやつ、あのママと半分ずっこで5種類5種類で食べたんですけど、もう終わったんですけど、それを1日で食べちゃった。ここ美味しかった。そう、10個はねやめときました、とどめました、理性を。まずの分だけ食べました。なんいっぱい落ちちゃう。なんで？なんで？そう。美味しかった。アイスは美味しいよね。帰りもなんか買って帰ろうかな。あと葉っぱもつく。ねえ、なんで落ちんの？もう。ピン止め持ってるからだ。しなさい。7% になってしまった。さあ持つか、あと10分。持ちますように。そう、アズはね本当に 7% じゃ全然焦んない、正直。そうそう、全然焦んない。2% で配信やってたらやばいなって思うぐらい。いきますように。あ、家で充電始めるのも絶対 1% だもん。 1% じゃないと充電しない。そう、外で20になったら焦る。うそうだってそこからさ、低なんかさ、低なんか電力モードみたいなあんじゃん、あれ20になってからしていけるやんってなる。20は全然いける、それはいける。50で焦るって何？50なんて始まったばっかじゃん。まだまだ始まったばっかよ、それは。耐えましょう。 50% はまだいけるで。やっぱ携帯にもね頑張ってもらって、そうなんだよね。 20% だと焦らない。え、なんで？だってさ、20% ってさ、なんで？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  20% で夜のレッスンだったら 20% でもいける。 20% で家出てもいける、夜のレッスンだったら全然それで1日過ごせる。うん、いける。スマホなくてもいけると思う、多分。
そう 20% で家出ることも全然ある。それで充電器持っていく、あ、本当に充電器持っていかないからさ、さあ本当にもうそれこそ 1% とかになっちゃってさ、それはやばいって思って、そこでやっと借りる借りるんだよねマネージャーさんとかメンバーとかに、そう同期とかに、そう夢見がいつも貸してくれるよく同期だったら。そうし 1% からが勝負なんよね正直。あ、でもさ、そうメールさとかメール打ってて充電切るとかもあったのよ。なんか 1% で打ち始めたの、あやばいって思って、しかもでもまだ家に着いてないから充電できないって思って、1%、いやこれはでもあのメール送れる時間決まってる、やばいって思ってとりあえず書くじゃん。そしたら4おつあずおつあず、その後の1行目ぐらいで切れましたってこともありましたで送れないってこともあった。ちょっと負けた、なんか負けて悔しかった。 1% に負けんのかあずって、マジかってなったね、何の話、なんかずっとこの話、何の話を何分してんのこれずっと話してんだけど、この充電の話で。そう負けたけどね、そんなこと話したら 5%6% なんです1% の力ってすごいんです。 10% の 1% ずつはすごい強いんですよ。まだ 6% です。あれから 1% しか経ってないです。これいけるわ。あ、だってもう5分いけるじゃんこれ、余裕やん余裕じゃん、こっから帰ることもできるわ。大丈夫、いけるいける。ビバスとか食っちゃうんだから。急に切れたら面白いけど、急に切れろって言ってくる。そんなこと言っちゃダメだよ。まず負けないし。だってモバメはまだ時間ある今日。まあ、ウィバスもあるか、うちもあるけど。いける。勝った。これは。みんなもう充電なくても大丈夫、大丈夫だよっていうのを伝えたかったですそれは嘘、別に伝えたくない、あの、なんでもない、なんでもない、なんでもないそういう話、なんかもううまくまとめようと思ったけど下手すぎたわ、ちょっと、うん、本当に何の話してんのあずって。でさ、今日ってさ、ね、何話してんだろうアズって。さっきまでテレビ出てた人うん、そういう話とかいっぱい、まあ、したけど、あれね、面白い、まさかすごいね、充電の話楽しかったね。でも確かにちゃんと話したよね。
こういう話もね楽しいからね、みんなと。いいね。よし、はい、じゃあね、明日は公演ということで、あ、え、素敵、我々の頃100パーまで充電されます。素敵、いいね。アズの充電は 5% になってるけど、みんなは 100% になった。素敵、いいね。ウィンウィンやん、ウィンウィン。嘘、でもアズの充電は減ってる。アズはでも違う違う、心はちゃんと 100%、 心は 100% になった。なんと自分殴った今、カンってちょっと勢いあまりすぎた。じゃあランキング読んでいきたいと思います。はい、ランキングお待たせ、いきます。せーの、せーの、せー、うん、せーの。13位、ゆうきあきたさん、ありがとうございます。ゆうきあきたさん、ゆうきあきた、なんかラップできそう。12位、みおちゃん、ありがとう、ありがとうね。月とハート、あ、ハートと月、ありがとう。で11位、鳥さん、ありがとう、ありがとう。で10位、ケロリーさん、ありがとう、ケロッピー、ありがとう。で9位、ブルーさん、ありがとう、 Thank you。 そして8位、ドラガンさん、フロントメンバー、ダンセンター、いっぱいありがとうね、おめでとう、嬉しい、ありがとう、朝も嬉しい、ありがとう。そして7位、コムケンさん、ありがとう、豆柴、懐かしい。そして6位、なつきさん、ありがとうございました。なつきさん、ありがとう。そして5位、しーちゃんさん、ありがとう。そして4位、やずみハート、いのがいた、ジェラスさん、ありがとう、ありがとうね、いつも。そして3位、わかみさん、ありがとうございました、ありがとう、わかみさん、わかみさん。そして2位、にっしーさん、ありがとうございました。そして1位、ちひろさん、フロントメンバー、セントリカー、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、ちひろさん、ラブ、いつもありがとう、優しくしてくれて。はい、ということで今日は皆さんありがとうございました。楽しかったね、久々の配信、ちょっと久々またするので、ぜひそん時までお待ちを。攻め方難しい、なんて言うんだろう。ありがとうございました。ドローン、ドローン、ドローン、ドローン。